い、どうもこまるわです。まず最初のコース、もしもクッパが1の1をしたら、はい、こちらのコースはクッパがプレイする1の1みたいです。クッパいるね、閉じ込められてる絶対これさ、敵に裏切られたでしょ。さあ一緒に歩んでいきましょうか。クッパ、あ、登れるんだね。意外とジャンプするのがお好みなようで。あ、キノコあるけど、これは僕しか取れないか。オッケー、ありがとう。さあクッパ進むんだ。そのクリボーくれ、倒せクッパ、頑張れ頑張れ。クリボーにつまずくな。こちらこちら、クッパクッパクッパ、お前どこ行くんだ。クリボーに負けるな、めっちゃ抑えられてんだけど。ちょっとちょっと、画面外に行くな。クッパ大丈夫かお前。あー、オッケー、よしよしよし、進め進め、うまい感じに乗り越えてほしい。クリボーくらい踏んだりできるのかな。オッケー、今ジャンプ、惜しい惜しい惜しい、頑張って頑張って、今ジャンプだ。オッケー、詰めてきたね詰めてきたね、惜しいね。これ行くのか、僕がジャンプするのとかあんま意味ないか。クッパクッパクッパお、超えれそう超えれそう、ここまで来たよ。あ、超えた、やっと超えたみんな右上見て、何分かかったと思ってるの。さあクッパ、そんくらい超えるんだ、よし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 。ちょっと待ってもうおじいちゃんじゃんクッパ、斜めってるんだけど坂が。おお、いきなり飛び始める、どうしたどうしたそんなアクティブに、お前落ちるな落ちるなよ、ジャンプしろジャンプしろクッパ。なんだ今のは、なんか謎の現象起こったけど大丈夫なのか。ちょっとズル使ってないかクッパ、なんか優遇されてるよね。おお、敵ずるくないそれ。しかもクリボーちゃっかり踏んでいくんだね。あ、スターがある、これもらっておくよ。クッパ押せ押せほら、いけいけいけ、どけ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 、頑張れ頑張れ。クリボー押して、もうおじいちゃんだろうな、歩くことしかできない、ジャンプ力もそんななくなって。じゃあなんでいきなりあんなアクティブに動いたんだろうな。おくりぼ溜まっていた、これ子供なんだろうなクッパの。あ、でもクッパジュニアっていたから、やっぱ家来のままなのか。クリボはいつまでも、よしここまで来た、階段登れるか。クッパおじいちゃんクッパおじいちゃん、こっちだよこっちだよクッパおじいちゃん、下がるな下がるな、おいおい、こっちだこっち来るんだビビりすぎだろ階段に、こっち来てこっち来て。ファイヤーはもうなんかチワワみたいなもんだろうな、ちょっと敵を警戒しすぎてめちゃくちゃ吠えるけど、懐くと優しく、なんていうの、撫でてみたいな感じに来る。クッパクッパクッパ、お前画面外に行くな、こっちだこっちだクッパ。なんか手が可愛いな、ちょこんってなんか、なんで手合わせてるよね、いただきますみたいな感じにしてる。ちょっとみんなここカットするわ。お、登った、あー来た、奇跡の奇跡の、お前そこ飛び越えるな、最初から行けよ、行け、一段飛ばし、おっとナメプしていく。今の落ちたが絶対死んでたよね、クッパの人生終わってたよね、結構深い谷だったぞ。でこっち来て、クリボークリボーに邪魔されてるけど、あ、来るか、ゴールじゃない、クッパここゴールじゃないぞ、行けるのか。え、ちょっと待って、大丈夫か、飛び越えた、すごい、クッパ新記録が、はい、クリア、ありがとうございます。続いてのコース、レッツクイズ3択クイズ、はい、こちらのコースは3択のクイズを当てていくコースみたいです。ちょっと待って、今鍵取らなかったのやばいよね、戻れるか、戻れないまあいっか、鍵くらいなくてもなんとかなるでしょう。さあ入っていきましょうか。クイズもうすでに始まってるのかもしれない、僕は鍵を取らないという選択肢が正解だったかもしれないな。スタート、いきましょうか。10と30と50コインがあって、うわ何のクイズなんだろう、どっかにヒントあるのか。これは1だよね、でこれは、え、それは50がいいでしょう。いや玉手箱理論で少ない方がいいかもしれない。こっち行ってみましょうか。さあ10コイン、結構難易度高いらしいこれ、わからない。あー、なるほど、30ここにあったわ。まずこの30をゲットして、鍵をゲットしていくのか、つまり問題はすでに始まってたってことだね。さあ30、 OK 正解で、土管入ってみましょうか。黄色の土管が今1個あった、でその裏にキノコのやつがあった。はい、第2問目、これは間違い探しっぽいな、そんな難易度高くないでしょ間違い探しなら。赤一緒、うん、ちょっと難しそうだね、あれわかんないな。氷一緒でしょ、ハテナ一緒、横のブロック一緒、ツタ一緒、コイン一緒、あれ一緒じゃないか、これ以上あるないよね、間違い探しだと思うんだけどな。みんな分かった、あー、いや違うか、あー分かった、間違い探しだ。右じゃありません、下側ちょっと注目して、ヒント下側です。はい、答えいきます。このね、パックンの裏の青の、なんて言うんだろう、オンオフがない、多分これでしょう。さあ行ってみます、
うわー、左ちょっと怪しいな。ちょっと待って、左が赤のキノコみたいなやつ、白のキノコみたいなやつ、緑のキノコね。これも覚えてなきゃいけない気がする。で、この足元のやつは4つ。問題始まってるからね。さあ行きましょうか。セーブ、覚えきれないぞ、覚えきれないぞ。さあ第3問目来ました。誰が早いでしょうか。花ちゃん、いや一番上じゃないか。これはキノコってそこまで早くないと思う。これで行きましょうか。わかんないよね、前提知識がないと。何このキノコ、高さ変わってるんだけど。お、オッケー、正解正解。え、待って、このキノコが正解で、で高さ白が真ん中で緑がちっちゃい、緑ちっちゃいね、緑がシェワフのようにちっちゃい。これ入ってよかったのか。入って、あー、速さが見れると。で変えることもできる、別に騙しコースはないもんね。さあ次入っていきます。第4問目来ました。何でしょうかこれ、何の絵か当てるのかな。これはなちゃんじゃないの、はなちゃんっぽいよね。でこっちは、うわー、どれだこれ。美的センスか。美術5だった、5じゃないわ、1だったか分かんないな。5と1って真逆なんだけど、白がん、ひっくり返してみるのかな。ひっくり返した場合、ちょっと待って、テレビひっくり返すわ。なんかテレビひっくり返したけどよく分かんない、ひっくり返した意味がなかったかもしれない。多分花ちゃんだと思うんだよね、白色の量的に。行ってみましょうか。うわー、正解であってほしいけど、うわ違う。じゃあどれなんだろう。多分勘なんだけど、ノコノコだと思う。いや絶対合ってる、勘じゃない、 100% 合ってます。どうだ。まあ当然トゲゾウだよね。ここで間違える人見たことないんだけど、ここでわざと信頼できるのかな。ショウジャン、ショウジャンしたいけど、あ怖いな、やめとこ、やめとこ。絶対死ぬ予感がした、そこまで未来が見えた。なんか書いてある、待って、ナイスだね、普通にナイスか。ちょっと待って、ツタが左の方が長い。ここまで見て、ラスト、これゴールじゃない、ゴールだよね、絶対ゴールだよね。はい、違う。なんか騙された気分なんだけど。さあラスト問題行きましょうか。中間地点がここにあるっていうことは戻ってくるな。あ、え、これ右の高さ僕知ってるよ、合ってんのか。ん、なんだ、リー、リー、いやリフトだな多分。さあ入ってみましょうか。アンダーテイルだね。これ聞けばいいの、聞けばいいだけ。 G ルートだね、サンズ戦。あ、聞いたよ聞いたよ。これでどれか選ぶみたいな感じかな。おー、マリオの曲か、サン、いやカービィか、サンズだね。まあサンズでしょう、ここは。前提知識ないと答えれないでしょ絶対、やったことなかったら分かんないじゃん。さあドア入っていって、まだある。え、どっちにしても正解、鍵を最初から持ってたら上に行けたのか。はい、クリア、ありがとうございます。続いてのコース、どっちが軽い。はい、こちらのコースは軽い方を当てるコースみたいです。やってみたいと思います。何もないんだけど右側。え、これバカには見えないとかそういう感じかな。そりゃ左の方が重いよね、空気よりは。さあ第1問目いきましょうか。軽い方はノコノコなんで、こっちで行きましょうか。今ので切り替わってるのかな、1個しかルートなかったけど音符は切り替えたので、お、これで入っていくと、あ、オッケー正解。まあこの黒パックめちゃくちゃ重いからね。さあ第2問目いきましょうか。これもこっちでしょう、だってドッスンってさ、なんか軽そうなイメージない、犬だしね、犬ってやっぱ体重重くないわけじゃん。さあどうでしょうか。オッケー正解、やっぱ黒パックン最強に重い説は正解だな。さあ第3問目、これはパウブロックは重いんじゃないか。花ちゃんってさ、やっぱ所詮芋虫じゃん、どんだけ怒ってようが。こんだけ赤くて重そうな塊、一塊になってても軽いと思う。さあどうでしょう。オッケー、連続正解。444って右上に書いてあって、ちょっと不吉なんだけど、おー、まあ若干か、若干だな。さあ第4問目、あー微妙だな、いやーちょっと重そうだな、このままで行ってみていい、信じるか。よし決めた、黒パックンが重いで行きましょう。キラーの方が軽い、僕のおじいちゃんがそう言ってたからね、遺言で。絶対に軽いんじゃ、こっちの方が軽いんじゃって言ってたから。お、あ、どっちも一緒なのこれ、ナイスおじいちゃん。さあどうだ、正解か、すっごい。めちゃくちゃ均等なんだけど、重さぴったりに作られてるんだね。さあ出てきました、これは何の選択肢でしょうか。あ、なんか書いてある、数を当てろみたいな。
もうなんか全然違うじゃん。わかんない。4と3と5。4たす3たす5は7、12。12。これでいきましょうか。はい。OK、正解。今のは何コイン ?50 コイン取ったから多分正解だな。で、ワンナップ。中間地点ってことは今から難しくなるのか、やっていきましょう。さあ、第5問目。うわ、かぶってる。めちゃくちゃなかぶり方してるけど、パウ重そうだな。パウだろうな、重いの。多分こっちだと思う。で、僕こういうのでよく死ぬパターンあるから、これタイミングちゃんと見て。OK、悠々。このまま行くよ。合ってるか?待って!目の前死体が転がってるよ。大丈夫か、お前。死んだんじゃないのか。死んでるよね。そうだよね。ってことは右の方が軽いってことか。え、パウブロックどんくらいの重さなんだろう。知っておきたいな。ちょっと待って、これもしかしてさ、僕のおじいちゃんなんじゃないの、この下にいるの。まあ、いっか、入っていこっか。おじいちゃん、今までありがとう、助かったよ。さあ次。うわっ重っ。めちゃくちゃ重いじゃん。何が重いんだろう。バネかな。はい、来ました、第6問目。どうだろうな。パックン重い説。これおじいちゃんの遺言だからな。こっちが重いと思っていきたい。じゃあこのまま行きましょうか。何が何かわからないよね。パウがどんくらいの重さでキラーがどんくらいかっていうの、まあ、おじいちゃんを信じたい。僕は信じる。うわ、上が雲があって軽そうだけど。あ、おじいちゃんナイス。で、これで入ってみて。さあどうだ、重さは。おー、結構重い。きっと黒パック、いや、おじいちゃんが重さを上げてくれたんだろうな。さあ第7問目。これはなんだろうな。でかいな、この黒パックン。でかいけどこっちに2体いるから多分一緒くらいで、キラーキラー、うーん、そうだな。いやー、キラー、うん、多分こっちだと思う。ドッスンがどんくらい重いかわかんないけど、これでいきたいと思う。さあどうだ、助けてくれ。いやー、死体が転がってんだけど大丈夫か、この死体。おばあちゃんじゃないか、僕の。あ、おばあちゃん、おばあちゃん、ゴールあるのになんでクリアしなかったの。オッケー、正解。で、入っていきましょうか。さあどうだ、最終問題。ちょっと待って、これは明らかでしょう。え、フラワーが重いなんてことある。切り替えてみるか、信じるか。こんだけ2個って、ほら、もう表情の違いが。こいつちょっと攻撃的だね。恨んでるのか、愛の重さが違うのかもしれない。フラワーは僕に対してずっと愛があるから、そういう意味で重い。じゃあ選択しちゃダメじゃん。あ、え、そうなんだ。フラワー重いんだ。はい、クリア、ありがとうございます。続いてのコース、間違い探し。はい、こちらのコースは上の3枚の絵の中から1つ違うものを見つけてゴールしろっていうコースです。まあこれ正解だね。 OK、 行きましょうか。1問目は簡単だったね。今のがチュートリアルか。さあ第1問目行きましょうか。あ、もうこれ簡単じゃん。てか、なんかすごい仕組みしてるね。これで切り替わって落ちていて、 OK、 正解。で、これ多分移動の力によって、さあ次行きましょうか。第2問目。あー、なんか違うね。これかな、みんなわかる、このハテナの横違いますね、ブロックが。まあこの辺はまあまだ簡単な方でしょう。さあ次行きます。おーっと、第3問目ちょっとなんか見にくくなってきたね。わー、どこだろうな。ピカピカ光って、あー、わかった。さあ僕より早く答えれたでしょうか。ね、右じゃありません。右上見てみて、これ真ん中だけ違いますね。さあ真ん中どうでしょうか。切り替わって落ちてって、 OK、 正解。これ挟まるのちょっとやめてほしいな。マリオ痛がってるよ。はい、第4問目。おー、難しくなってきたかもしれないけど、何かどこか違うか。ちょこんと生えてるのは一緒。もうみんな見つけた?あー、わかった、わかったけど、ここに来て難易度めちゃくちゃ上がってるね。いや、そうでもないか。一番左ではありません。この真ん中か右、どっちでしょう。ヒントはツタじゃありません。で、右上のブロックでもない。ちょっとね、左側注目してほしい。この上見てほしい。なんか違うじゃん。このツタの横、黒い部分があるのとないので違うじゃん。だからこの背景が違うと。さあ、どうでしょうか。正解かな?違ったら多分落ちていくと思う。 OK、 正解。ちょっと難易度上がってきたね。ゴーグッド、行きましょうか。はい、切り替えて OK。 これオンオフ切り替えたっていうことは何か起こったのか。おー、なんだこれは。難易度ちょっと上がってる気がする。どこだ。あ、わかった。一番右じゃありません。真ん中か左、どっちでしょう。ヒント、もう一個ヒントあげると、上側です。もうわかるね、この黒パックンの裏、ブラパの裏です。さあどうだ。 OK、 落ちてきた。さあ正解でしょう。 OK、 もう時間がないんだけど。
さあこれどれでしょうか。時間との戦いになってきたね。ドッスン、あ、ドッスンがどこ向くかが違うみたいな。いや違うな、え違うな。じゃあドッスン一緒、なんか違うな、何が違うか分かんないけど、なんか右が違う気がする。どこだ、違うか、あ、わかった、なんか右が違うと思った。そういうことか、ファイヤーバーだ、長さが違う、なんか違和感あるなと思った。そういうことか。おー、ファイヤーバーで書いてあるね、ここに。さあ次行きましょうか。あ、これめっちゃ簡単なんじゃないの。簡単だよね、これ右側がコインでも。なあ、ミスった。まあ時間なかったしちょうどいいか。これ右側コインでしょ。でもここがなんか違うね。 P スイッチ押したら出てくるブロックのやつだ。さあここで最高難易度来るか。なんか書いてある、ラスト最高難易度行きましょうか。切り替えて入っていくと、どんくらい難しいで、めちゃくちゃ難しいんだけど。31章、なんとなく真ん中が違う気がする。何の違和感だろう。え、なんか違うな。いやでも背景は多分変わんないし、バネ一緒、コイン一緒。なんか違和感感じるんだけど、なんだろう、どこかわかんない。でもパッと見で違和感感じるよね、みんな。パウ一緒、オンフ一緒。ちょっとね、今ずっと考えてたんだけど、これ全部一緒じゃない？なんかそんな気がしてきた。なんかそういう騙しがありそうな疑いもあるんだけど、じゃあ適当に真ん中が違う気がするか、真ん中で行ってみるね。はい、正解あるんだ。左が違うってどこだ。左なんか違う、あ、わかった。このさ、サボさんがいるじゃん、この上に。サボさんの裏だ、ツタが生えてる。どうだ。いや、これ答えわかんなかった、悔しいな。サボさんなんかそんなわかんなかったわ。何このクッパが言いそうな道は。そう、ここなんだよね。サボさん一瞬しか見せてくれない、サボさん。クリア、はい、クリア、ありがとうございます。続いてのコース、サイクロンテレサ。はい、こちらのコースはテレサがなんかすごいコースみたいです。やってみたいと思います。おっと、土管から落ちてきて、あ、なんかすごい台風な、なにこれ、ソフトクリーム竜じゃん。めっちゃすごいじゃん、ドラゴンボールじゃん。で、これで、おー、敵として最強だね。で、このラリーっていう敵を倒せばクリアらしい。行ってみるか、こういう感じ。あ、危ない、ちょっと、ちょっと待って、この状態なかなか厳しいね。このテレサが最強すぎるな。こいつ倒す方法あるのかな。ファイヤーでも無理だもんね、このテレサ。あ、ちょっとやばいねこれ。ちょっと待ってくれ、お前同人ジャンプするな。いや、テレサめちゃくちゃ綺麗なんだけど、ほら、なんかさ、神社とかにこういう化け物いたら、うわ、かっこいいってなるよね。これにお賽銭投げたいもん、この中心点に。危ない、ちょっと待って、まあまあまあ大丈夫でしょう。まだあと踏めばいいだけだからね、あと1回。オッケー、鍵ゲット。もうちょっとだけ眺めてみるか。これドア占領されたら終わりだよね。ここを飛んで、なんか縄跳びみたい、大縄跳びみたい。こういう縄跳びがあったら買ってみたいかもしれない。おー、落ちてきた、踏まれてるんだけど。あ、なんか来た。これ大丈夫か、大丈夫か。結構来てるよ、危ない。ガードされてる。お、めっちゃくるくる回ってる。これは OK、 切り替わって下見れる。サンキュー。すごっ、なんでそこに集まったりできるの。風とか吹いてないよね。で、こっち行って土管に入っていくと、めちゃくちゃ歓迎してくれてた。はい、クリア、ありがとうございます。続いてのコース、悪魔のような一日。はい、こちらのコースをクリアするには何回かマリオが死ぬ必要があるらしい。やってみたいと思います。おー、出てきた。なんだこの仕組みは、めちゃくちゃなことになってるな。これ中間地点取ったら最初から戻るパターンのやつじゃん。行っていいのかな。行ったらでもこれゲットできないよね。死ぬしかないと。右上の鍵2コインあるね。さて戻ってきました。あれ、1コインのままだ。じゃあ取れないってことか。一旦じゃあ左行ってみようか。でもどっか出てきたんだ。こっち上がって、うわー、どれも取れないな。でもどれか行くしかないな。どっから行く、まあ真ん中黄色から行ってみましょうか。はい、でコインは取れる。そうか、どれが正解か分かんないから、何回も死ぬ必要があるのか。でこう行って、なんか止まったんだけど、ここは中間取ってよかったのか。中間取ることに、何これ。あー、なるほどね、浮いてるってことね。で黄色入れるから黄色入りましょうか。さあ繋がってるのか。うわー、不正解っぽいね。 REFR フレッシュ E ん？フレッシュ ING フレッシング、回復ってことかな。で入ってみると、さあ
これは回転して降りていって今回復これ違う回復してない、地獄落とされた。もうすでに悪魔のような一日は始まってるな。あ、でも待って、ゲットしてるね、鍵コイン。じゃあ次緑色行ってみましょうか。じゃあ絶対に死なないとクリアできないコースなんだ。で緑行って降りてきましたと。でまた中間地点取って次緑へ入れる。うわー、でトロール騙しって書いてあるね。ちょっと待って、お前遺言でそんなこと書いたのか。ギリギリになってトロールってこんなカラフルに書く余裕はあったんだね。だったら生きてほしかったな。でこっち入ってみると、あ、また別パターンだ、一緒かと思ったけど。よし、これ騙しだから、待てよ、取れないか、タンタン、今ちょうどよく、うわ無理か、うわーテレサが出てきた、どうしよう。待て、騙しなんだから多分こっちが正解じゃないか。でこうでしょ、ん、え、じゃあ右行ってみるよ。なんか嫌な予感。あっと、あっち移動したね。でこっちへ行くと、あっちへ移動すると、でだからすぐに行かなくちゃいけないのか。これで絶対間に合わないじゃん。さてじゃあ次は最後の赤コイン取っていきましょうか。はい、これゲット。もう悪魔のような一日というか何日も体験してるよね。マリオの人生、悪魔のような人生を何度も繰り返してるね。さあここへ戻ってきました。で赤ドガン入ればいいのかな。こっち入ってみましょうか。お、なんか書いてある、ワーオーって BOWSER。 ボッシャー、ボスがいるってことかな。入ってみましょうか。なんか嫌な予感するね。時間は関係ないのか。押したくないよね絶対。入るよ、持って入るか、持っていいと思う。はい、あ、持てる。でこれで入ってみるよ。はい、持ってて正解なのか。おー、悪魔がいるね、呪われちゃったのか。なにこれふざけんなよ。ただいま戻ってきた。あと1枚じゃん。でこれを取ったら鍵がゲットできるのか。怖いな怖いな、取るよ。はい、オッケー、鍵がゲットできたね。で死なない、切り替わらないし死なないし。じゃあ入ってみるよ。普通に入る以外の選択しなかったよね。あ、正解か。なんか書いてある、 MUMSIC ミュージック、音楽、何の遺言だこれは。めちゃくちゃゴール、ちょっと待って、あれなんか変わってるんだけどステージ。ほら見て、いけるようになってる。でこっち右側が正解だったのか。あれ絶対いけないようになってるよね。ジージー、はい、クリア、ありがとうございます。続いてのコース、無限ループを阻止せよ。はい、こちらのコースは謎を解けないと無限ループしてしまうコースみたいです。やってみたいと思います。まず登って、多分この中にヒントがあるんだと思う。入ってみましょうか。さあ今の盤面で何か問題があったか。はいはいはい、土管の中に、土管の後ろにドアがあるね。でハテナブロックの上に土管があると。で鈴を持ってたらいける、わかりました。でね、今回めちゃくちゃ難しいらしい。これはだからハテナがどこかにあるってことだよね。あ、あるあるある、これか。だから叩けばいいとか。ああ、正解だすごいね。でね、今回積みどころがあって難しいので気をつけてくださいって書いてありました。さあ行きましょうか。まあでも悠々簡単にクリアしたね。 P スイッチは、いや、ちょっとヒント見ずに行きたいな。これがヒントだよね。で切り替えることによってこれが多分落ちてくる。あー、もうダメだ。じゃあ一回叩いてみるか。あ、え、ちょっと待って、これあっち行っちゃダメでしょ。え、持って行っていいのか。いや違うよね、これ戻る、ここ当てはめれるんじゃない。はい、違うか、違うな、ここ投げても入んないもんね、ぴったりは。じゃあこの辺なんかありそうだな、この裏切り替えると消えた。あー、で箱が落ちてきて、でここに置いてって感じかな。うわー、見て、行きたかったなこれ。さあヒント見ましょうか。いや違うな、これリセットだ。じゃあ戻ってきて、これこれあれじゃない、噂に言う積みなんじゃないの、落ちてこなくなっちゃったよね。これ一旦じゃ持ってここに置いて、入れるか、入れなかったら積んでるぞ。はいはい、ガー、無理だ、積んでる。まあまずはこれを踏むと、そしたら落ちてくると。いやでも待って、これさ、これが正規ルートなんじゃないの。こっからがヒントでしょ多分。え、どこへ入ればいいんだ。上のコイン気になるけどね。これは、あ、待って、上なんかない、登ればいいだけなんじゃないの。でこれ積んだでしょ多分。いや待てよ、やり直そうと思ったけど、一回じゃあヒント見ようか。登っちゃダメってことね。さあヒント、
こうあって、はい。これいけないよね。転がってて。え？戻れだって。戻っていいの？え、そんなことしなくても戻れるよね。ちょっとやってみようか。こっち降りてきて、あるね。箱があって、装置があって、あ、箱もゲットできないけど、ん？これでいいんじゃないの？一応じゃあこの P スイッチ持っていくね。普通にだってここ入れないけど、まあこれ投げればいいだけか。でこうやって入って入ると正解なのか。戻ってきた。え、何が違うんだ。多分じゃあ上ってことかな。一回じゃあ積んでるからやり直すね。まずはこの P スイッチを踏みます。でこの箱を置くのか。なんか違いそうだけどな。どうしよう。この箱をじゃあ一旦ここまで持って行って置けるかな。はい。危ない。箱ぶっ壊すなよお前。こうして、いやダメだ、入っちゃうな。これ入っちゃうから多分じゃあ一回この辺に置いておいて、はい。で登ってみようか。こうやって不正解。わかんない。もう一回ヒント見ようか。さあヒント来ました。こういう装置になってて、ドア、箱置く、箱置く、ドア、箱が置けないんだよね。でも戻っていきます。 OK、 リセットしてきました。これで箱をまずゲットする。置けるか。あー多分こうか。で入っていいの、合ってるのか。こういって入ってみる。はい、戻るだけだよね多分。そうだよね。で上に上がって、多分違うと思うけどな。 P スイッチ押した状態でこっちまで戻ってくればいいのかな。さあやってみましょうか。じゃあこういって P スイッチをまず、いや結構急がなきゃいけないな。はい、で、はいはいはい、でこういって、ちょっとお前早く早く早く、でこういって戻って、さあなんか怒ってるでしょ。怒ってる怒ってる。これドアが出てきた。第1問目とつながってたんだ。でこっちのドアに入るとすると正解。いや積みどころすごかったな今ので。これはまあ食らうしかなくて、さっき言いました第3問目かな。積んでないよね。積んでないね。 OK。 入れないな。入れないけどここへ入れば正解なのか。なんかある。なんだこの装置。降りちゃいけないと思うから、どっすん。これ当てたいけど一旦ヒント見る。待て、置かなきゃいけない。置いたらヒントが見れると。いやヒント見たくないな。一旦じゃあここ下がってみて。正解。え、正解、切り替わった。で歩いていけるよ。なんか飛んでる。どういうこと。正解とは出たものの、どうすればいいんだ。あ、でこれ降りていって、え、違うな。一旦戻れるようになってるから音符が切り替わったってことだよね。正解までは導き出したけど答えが分かんない。どこへ行けばいいんだ。でパウを持って、え、じゃあ当てるよ。この裏ドアあるってことだよね。答え見るか。多分ドッスンの裏にドアがあると思います。行きましょうか。さあどうでしょうか。降りて音符が切り替わ、あーやっぱそうだ、ドッスンの裏にドアがあるんだ。でここがリセットの土管ってことね。クリップを復活してるんだけど、だからつまりこうして、あ、やばい、大丈夫かな。ちょっと待って、これ切り替わらないんだけど。ああ切り替わった、よかった。でこれを当てるとドア出てきたね。これなんだろう、リセットかな。多分リセットだな。さあドア入っていきます。 OK 正解。ハンマーハンマーハンマー、壊したいけど怖いなこれ。多分壊すんじゃなくて積み上げじゃない。なにこれなにこれ、こんなバグあるの。え、やば、乗れるのこれ。乗れる。なんか壊したりもできるのかな。壊せる。まあじゃあ一回壊していきましょうか。こういってこういってこういって、一応積んでおく。雲軽装だしね。でこういってこういってこう。正解なわけないよね。まだ壊す。そうだな、積み上げたところでって感じはするから壊す。 P スイッチ、はいはいはい、なんか積んだね。絶対これ積んだね。壊してこれ積んだよね多分。 P スイッチ、まあ一回じゃあヒント見に行ってみましょうか。結構難易度上がってるね。
まずこの仕組みがあって、鍵、ここが正解ってことだな。で、土管、はいはいはい、 P スイッチ踏んでから土管かな、多分ここの P スイッチをまず踏む。で、あ、あれ、これ積んでない？なんか仕組みが発動してるけど、鍵開けっとした、消えた、すごい。え、消せるんだこれ、上のブロックで消したね。で、こういって鍵をゲットと、完全に積んだと思った。積みどころありって書いてあったもんね。ちょっと骨で、これは中間取るよ。中間ってことはまた難しくなるのか。なんか書いてある、NI ナイスかな、多分フラワー1個多いけど。さあ入っていきましょうか。いや S、 まあいいや、とりあえず入って、走っていいのか、落ちてくるつららだね。走ってストップ。いや待てよ、ここ入るのはナンセンスじゃないか。そうだよね。うわ悔しい、今の入らなければよかった。はてなってなんだよ、はてなって、え、なにこれ、あ、ちょっと待って、最初からやり直しなのこれと思ったけど、中間地点からだったわ。で、このキノコを取って、もう一回か、変わってるのかな、ちょっと痛い。で、待てよ、ピタッと止まらなきゃいけないから、こういってストップ、オッケー。で、ここから出てくると、さあ切り替わってくれ。はい、クリア、ありがとうございます。